公暦2680年6月13日12時34分です。幸せになりたかったら与えてくださいっていう、動画です。僕はそうですね、今も昔もお金はない方なんですけど、結構昔から結構与えてる人間なんですよ。なので僕は結構幸せだと思うんですね。何を与えてるかっていうと、お金、なんつうんだろう、僕は結構損しなかったら何でもいいやっていうタイプなんですよね。だから自分が嫌なことを損しなければもう全部どうぞみたいなところあるんで、だからここだけは守って、あとはもう全部みたいな方針なんですよ、基本的に。だからそうですね、お金以外にもその時間をね、相手に使うとか、相手のためになんか自分の頭で考えて、何かこう提案するとか、自分のね労働力とか、知恵とか動いたりとか、いろいろあると思うんですよね。で、普通の一般的に言うとお金をあげるみたいな感じかもしれないんですけども、与えることっていうのはいろんな与え方があるので、本当に自分の持ってるもの、自分が与えられるものは与えていったら、幸せになれると僕は思います。っていうのはギブアンドテイクみたいな考え方は僕は好きじゃないんですけど、やっぱり、世の中回ってるんで、金は天下の回り物って言うじゃないですか。お金だけじゃないんですよ、回ってるのは。全部回ってるんですよ。いいことをすればいいものが回るし、悪いことをすれば悪いものが回ってくるわけですよ。輪廻転生とかじゃないですけども、やっぱこう、ぐるぐる回ってるわけですよ。因果応報とかではないですけども、僕は普通に思ってる、考えてるだけですけども、だから、与えるとその与えた分だけが返ってくる。例えば1万円あって、1万円を誰かにあげるとするじゃないですか。そしたら1万円が返ってくるんですよ、もう理論上。ただそれが1万円なのか9800円なのか8600円なのか1万2000円なのか2万円なのか3万円なのか、そしても500円なのか、それちょっと分かんないですよ。何かしら返ってくるんですよ、例えばお金の話で言うと。で、帰ってこない場合は、もうそういう関係はちょっと、やめた方がいいと思うし、別にやめなくてもいいんだけど、奪われるだけのその関係っていうのはやっぱ、健全ではないと思うので、お互いにこう、ね、きっちりじゃなくても、お互い、いいものを得られてるな、別にお金じゃないですよ、お金じゃなくて、帰ってくるのは、その1万円をあげたとして返ってくるのがお金で1万円で返ってくるわけじゃなくて、何か1万円をあげたとして、それが、時間差でね、何回かに分けてなのか、それとも1回だけなのか、一括なのか分かんないけれども、お金の場合もあれば目に見えない形で何か返ってきてるわけですよ。でそれが直接ね、この人から、返ってきたわっていうまああれば、多くは多分その自分が気づかないうちに返ってきてるんですよ。自分が与えた分だけ自分が気づかないうちに返ってきてるんですね。僕の考えなんですけど、だから与えとかないと返ってこないんですよ。だから何も与えてないのに何かもらってるってことは、何か与えてるんです。何か与えてるからもらってるわけです。見えない何かを与えてるんです。だから見えない何かを与えて、見えない何かが返ってくる場合もあるし、明確にね渡して、見えなく返ってくる場合もあるし、明確に渡して明確に返ってくる場合もあるし、でほらだから与えないと循環しないんで幸せになれないんです。で与えられない人は、不幸な人はその与えてないんですよ。自分の持ってるものはあげてないんですよ。自分の持ってる価値を提供しないです。世のため、人のため、世の中に誰かのために自分の価値を提供しないです。与えてないです。だから不幸なんです。だから帰ってこないです。なんでかっていうと、世の中とか人とかを信用してない。信頼してないんですよ。
自分を信じていない。だからこれをこの今1万円しかない、この1万円、今1万円しかないものを誰かにあげたら損すると思っちゃう。損すると思うとはやっぱあげないわけですよ、信じてないから。この1万円失ったらもうどうしようと思っちゃうから。でも、世の中、誰かとか世の中とか人をね信じてれば、で自分も信じてれば、この1万円がまた返ってくると思うんですよ、無意識に。返ってくると思うというか、まあ、大丈夫だろうって、なんとかなるだろうとか、うん、困ったらね、なんか助けてもらえばいいしとか、なんかもう、なんかそういうことも思うかもしれないし、なんとかなるだろうってなるわけ。でも、自分を信じてないし、相手も信じてないから、世の中も信じてないから、これ取られたら生活できなくなるって言ったら、どうやって生きていいんだろうってなって、あげないんですよ。だから、回らないんですよ。自分一人で生きちゃうから。だからあげないと幸せになれないですね。だからニワトリが先か卵が先かみたいな話だけど、自分を信じてるから、世の中を信じてるから、誰かを信じてるからあげるのか、あげるから信じるようになるのか、そういうニワトリが先か卵が先かみたいな感じですけども、うん、だからあげていかないともらえないんですよね。それ何をあげるのかは人それぞれだと思うんですけど、で上げて損したって思うマインドがやっぱ良くないと思うんですね。上げて誰かが喜んだら、あ、それで良かったって思うことが大事だと思うんですね。上げたんだからよこせみたいな感じだと、それマイナスになっちゃうわけ。それもう狙ってやってるから、それ俺これやってんだから、私これやってんだから分かるよね、よこせよこせみたいなのだと嫌でしょ、そんな、うん、だからうん、なんつうの、さっきとちょっと矛盾するかもしれないけども、ただただあげる、帰ってこなくてもそれはもうしょうがないっていう風にしないと いけないって言ったらいけないっていうわけじゃないけど、そっちの方が帰ってくると思う、帰ってくると思うって言い方嫌だけど、だからそういうマインド思考、そういう思考になった方が幸せだと思うんだよね。だってあげて喜んでよかったで、でまたじゃあ自分なんかお金稼げばいいやとか、うん、また頑張ろうとかで覚えいいじゃんか。でそれで上げて上げて、なんか依存されてたかられてとか、ね、まあまあそういう、まあ、外交とかでもそうですけど、自分だけこう上げてて上げてて上げてて、たかってたかってたかられてむしられてみたいなのは、もうそれはもう依存されて、それはもう良くないんで、それは縁を切った方がいいと思うけれども、一般的に言うと上げたら返ってくるわけですよ。なんか偏方性の法則とか言うけど、基本的には上げたら返ってくるんですよ。僕のこの人生経験上の話をしてますが、うん、だから上げちょっとストップします。ちょっとストップしたんですけど、なんか忘れちゃったんでストップしたんですけど、結局思い出されずにちょっと開始します。はい、もう一回、一時停止解除しましたけど、だから、あげないと、なんつうんだろう、あげて、損したらどうするんだみたいな、生活できなくなったらどうするんだとか、そう思ってる人いると思うんです。っていうか、そういう人がたくさんいるんですよね。なんか、あげちゃうと自分が損するとか、どうするんだみたいな。で、損するとか、そういうマインドをやっぱ卒業してほしいと僕は思うし、で、あげて、生活できなくなったらどうするかみたいなのを考えてること自体がやっぱ自分を信じてないわけですよ。自分がなんかこれを、まあ、だから僕冒頭言いましたけど、自分がこれだけ確保しておけばもうあとはあげるって僕はスタイルなんで、はい、まあ、だからまあ金儲けとかあんまできないとか興味ないかもしれないですけど、だから自分が最低限これだけあればあとは全部あげるってスタイルにしてるんで、大丈夫なんですけど、うん、だからそういう風にすると、だから全然上げても大丈夫だと思うんですよね、うん、だからちょっとストップします。で、なんつうのかな、これが僕のやり方なんで、やり方って言ったらあれですけど、
僕はだからあんまり考えないようにしてます。考えると伝わっちゃうんで、俺がなんか例えば金儲けしようとかこの女落とそうみたいなのをゴリゴリに考えちゃうとやっぱ僕の念が相手に伝わっちゃうんですよ、うん、僕の経験上で。結局それでうまくいかないんですよ僕の場合ね。他の人は知らないけど僕の場合なんですけど、だから僕はもう本当に、無心ですよね。考えないそういう、利益を得るとか、だからなんつうんだろう、まあ、テスト勉強とかで言ったら、あ、まあテスト勉強とは違うか、うん、まあテスト勉強でもいいんだけど、だからあんまりそのなんか本当にこう自然体で、あんまり野心とか横島の気持ちとかあんまり抱かない方が俺は結構うまくいくんですよ、うん、でまあうーん、だから政権放送とかは本当にでも絶対やってやるぞみたいな、そういうやっぱ強い気持ちがないとやっぱ難しいかもしれないんで、なんかまあその使いどころにもよりますよそういうのは多分、うんうん、何が何でもこれやるんだ実行するんだっていう場合もあれば、もう自然体で、結構そのあんまりそういう打算的なことを考えない方が僕の場合は結構うまくいくんですよね。あ、まあ絶対やるぞみたいなこともたまには必要なんですけど、うん、だからあんまり僕は考えないです。でも世の中の人って結構考えてるんですよね、うん、だから結構大変だろうなと思います。だから僕とかそのやり取りとか会話でも何もそうですけど、あ、もう、あ、こういう答えが欲しいんだろうなみたいな形でその誘導、その逆算して考えてる人とか、本人は分かってないかもしれないですけど、もうこっちはなんか分かってたりもするし、でやっぱそうなるとその何て言うんですか、なんかちょっと人間性がやっぱ垣間見れちゃうじゃないですか。あ、なるほどなってみたいな、うん、だからあんまりちょっとストップします。なんつうのかな、善意でやってくれてるんだっていうのと、何か意図があってそれを隠してやってるのかっていうのと、あえてもう私はこういう意図があってもう本音で喋ってますっていう、やっぱ全然違うじゃんか。で俺的にやっぱショックなのは、善意でやってると思って意図があってやってるみたいな、俺はやっぱそういうの好きじゃないんですよ。それだったらただただ善意なのか、もう本音さらして自分はこういうつもりでやってますって言ってくれた方が俺は信頼信用できるわけでも、世の中の人は結構自分のね本音とかそういったものを隠して、何か意図があるけど、なんかそういう隠して善意でやってるみたいなのが多いから、僕の考えですけど、僕はだからそれだとやっぱちょっとどうかなと僕は、正直思います、うん、だから本当にただただ、自分が持ってるもの、価値、提供できるもの、自分が与えられるもので、これを与えてももう大丈夫だっていうものをこう誰かにあげていく、渡していく、そうするとそれが返ってくるわけですよ自分に。で自分の中ではそんな、なんつうんだろう、こんなもん役に立つのかなとか、こんな知恵とかこんな技術役に立つのかなみたいなものが、誰かにとっては、ね、世の中誰かにとって、また何かにとってはすごく役に立つこととかたくさんあるわけですね。で それをあげると、え、こんなもんいただいていいんですかって、こんなことしてくれていいんですかみたいな返ってくるわけですよ。でその循環でこう幸せになっていくわけですけども、でもそれ一人だったらさ、あげる相手もいなかったら何もなんないわけでしょ、うん、であげたら損するかもしれないとか、あげたらちょっとあげるの恥ずかしいとか、なんか話しかけられないとか、コミュ障だからとか、そういうのやっぱ損しちゃうわけでしょ、うん、だからその資源というかさ、資源なわけですよ、うん、太陽とか海とか、うん、それをこう天然でこうねエネルギーにしたりするわけじゃないですか。太陽光で発電してそれがエネルギーになってるわけするわけでしょ。でも太陽は別になんかその太陽光発電のために太陽があるわけじゃないですか。たまたま太陽があって、そのエネルギーを使ったらエネルギーになると、それだから本当、まあ、ただというか、だからそのエコだって言われてるわけですけども、うん、
だからそういうのって自分にもあるだろうし世の中にもたくさんあると思うんですよね、うん、そういった循環というかいい循環、うん、なのであのやっぱ幸せになるとかあの世の中良くするっていうふうに考えた時じゃあ自分が何ができるのか自分が何与えられるのかってやっぱ考えて相手とか何か世の中にプレゼントというかプレゼントっていうのはおこがましいですけど何かこうさらっとやっていくっていうのはいいのかなと僕は本当思うんですね。だから僕のゴミ拾いとかもなんか僕が別にそんな無理せずできるものをやってるだけなんですよ、うん、今ね例えば俺がねなんか世界政府初代カリスマ大統領になった場合忙しくてもうゴミ拾いとかできないかもしれないじゃないですか。でそしたらそれよりも世界政府 その運営とかやった方が世の中とか人 のためになるったりとかもするだろうし僕は今ゴミ拾いする時間があってゴミ拾いしてるから、でしてるだけなんですよ。別にそれでなんかお金もらってるわけじゃないしでまあそれをね動画とか写真とかで 見せたりすると、あじゃあ自分も拾おうかなとか自分もポイ捨てやめようかなとか、そういう何か気づきとかそういうなんか変化とかをなんか持ってもらえたらなとかそのレベルの話だから自分ができることって多分いろんなことあると思うんです。頭いい人はなんかこう知恵使ってなんかとかでも体力ある人はなんか体力でなんか誰かに、のためになるとか、うん、だからねそういうの恥ずかしいと思うよなんかやるっていうのはそれ慣れてない人は家族にやったり恋人だったり、友達とかにやって、うん、なんかお前いいやつじゃねえかみたいななんかからかうやついるじゃんか。例えばまあね中高生とか10代とか若いとさなんかあのありがとうとかなんかそのね当たり前の気持ちとか伝えるだけでもなんて言うんだろうどうしたんだよみたいななんか雪が降るとみたいなね夫婦でもいるでしょそんな今日はどうしたんだみたいなだそういうねそういうことを言うとやっぱさエネルギー奪われちゃうじゃんか。せっかくね、いいことしていい気持ちを伝えたりして、でも素直に受け取ればいいのになんか皮肉ったりからかったりとかそれって相手のエネルギー奪っちゃうわけですよ。削いじゃうわけですよ、うん、だから普通に素直に受け取った方がいい、うん、だから相手が何かやってくれるってなった時に、まあ素直に受け取ったらいいと思うし、まあ、嫌だったらねあれですけども、うん、なそういうエネルギーのそのブツブツ交換じゃないけれども、まあ、エネルギーのブツブツ交換だからそのお金のブツブツ交換とか自分の持ってるもののブツブツ交換で世の中は成り立ってるんですよ、はい、こうぶっちゃけ言うと、うん、商売とかでもそうでしょ。なんか商売自分のなんか仕入れたものを売ってお金もらってでその人がまたどっかで買ってでその物々交換で成り立ってるわけですよ。でエネルギーもそうですし感情とかもそうでしょ。なんかやる気が、ねね、例えば俺がお前ら愛してるぜとか言って、ね、あのちょっと気分が上がる人もいればいると思うしいるうちいてくれたら嬉しいですけどそれがねなんかお前らなんて大嫌いだみたいな、仕方してやるみたいな、それちょっとね嫌な気持ちになっちゃったりするでしょ。そういうだからそういうなんかあのエネルギーの交換でね、この世の中回ってると思いますので、だから言霊なんてなんかあんまこういう言い方やあれですけど、ただじゃないですか。ただあのお金がかからない、まあ知恵とか時間とか、まあ、厳密に言うとかかってるけど、なんかの努力、自分の恥ずかしいとか言ってみようとかで、ね、いくらでも与えられるわけですよ。で人間で、まあ、日本人というか恥ずかしいからやらないとかかっこ悪いからとか失敗したらどうしようとかでやらない人多いんですけど、いろいろそれ損だから、損でしかないから、行動しないことはもう損でしかないから、いいなと思ったことを やってみる、そして誰かに伝えてみたりとか誰かに与えてみる、まあ俺の、ね、選挙とかもそうでしょ。選挙活動俺なりのですけど、うん、それでなんか誰かにとってはあなんか面白いなって思う人もいればなんだけしからんと思う人もいるだろうし、うん、
でも多くの人はなんか恥ずかしいとかちょっと照れちゃったりとか、もう損でしかないから、うん、だから本当に自分のね、なんか思いとか感情とか、ポジティブなね、思いとかポジティブな感情、ネガティブじゃなくてポジティブなものを、もう拡散してね、いい世の中にしていきたいなと、僕は思ってますし、なので僕も本当に与えられるものは本当に与えていきたいとは思います。あ、思い出した。そうだ。思い出した。あ、まあ、こんなこと言ってる俺でも、俺なんですけど、あんまりね、俺ね、もらってもね、別にね、あんまり、さっき言ったのは、与えたらその分返ってくるみたいなの言ったけど、俺、あんまりそういうのね、もらっても別にって思うタイプなんです。もらっても返さないタイプ。俺、実は言うと。そんな俺でも、もらい続けると、やっぱりね、やっぱ特別視にはなってきますよ、それは。だからやっぱね、政治家とか、その賄賂とかさ、個人献金とか、やっぱ制限されてるわけ。うん、俺は別にそういうの気にしないようにしてるっていうのは、やっぱ、そういうなんかしてもらったから、その人のためになんかこう、やろうっていうのは良くないっていう思いがあるから、俺はみんなを公平、博愛主義者だから、みんなを公平になるべく見たいから、あんまりなんか、やられてもそれだからそうしようとは思わないようにしてる俺でもやっぱりね、ちょっと特別的な目で 見るようになっちゃうから、俺もだからやっぱ政治家のそのね、個人献金とかそういうのが制限されてる、制限されて、破ったら刑罰があるわけ。やっぱね、それがないとね、やっぱりやっぱ返しちゃうと思うんですよ、うん、与えられたら、うん、だからちょっとストップします。そうそう、言いたいこと忘れて戻ってきたんだけど、だからこれは俺の経験で、今経験とか俺がなんとなく思ったからこれ喋って撮ってたけど、実際そうだっていうわけですよ。事実なわけですよ。法律であるんだから、やっぱなんかもらっちゃうと、やっぱ返したいって思っちゃうっていうのが働くわけですよ、おそらく。だから法律で制限されてるわけ。っていうことは、これは別に俺がなんか直感で言ってるやつじゃなくて、その直感で言ってるだけじゃなくて、もう多分そのもう公でそういう当たり前なわけですよ。その何か与えると返ってくるっていうのは、うん、だから俺がただね、なんか言ってるだけじゃなくて、法律でそういうのになってるんだから、だからもしね、なんかなんかお金はそうなっちゃうわけじゃんか。お金はなんかあげるとそういう風になってる。まあ普通の人はなんないことは多いだろうけど、でお金をあげるとそうなっちゃうけど、そのなんかこうお金以外のもので与えられるものをなんかね、与えてったら返ってくるわけですよ。俺はだからそういう風にあんまり気にしない、うん、なんかもらったからといってしがらみも作りたくないし、もらったからといって、ペコペコしたくないし、もらったからといってその人のね、なんか言いなりにもなりたくないし、俺は俺だって思ってる俺ですらやっぱちょっと気を使っちゃうわけだから、俺ですらそんな俺ですらちょっと気をつけようと本当に思ってる俺ですら、そういうのがあるわけですから、普通の人だったらやっぱ与えるとやっぱ返ってくるわけ。だからもしね、本当に人生うまくいかないなとか、不幸だなとか、俺頭いいのに計算してやってるのになんでダメなんだろうとか、そういうのあった場合、与えてないからなんですよ。与えてください。与えて損するとか思わない方がいいです。必ず返ってくるんだって。損するって思うことは自分を信じてないわけ。世の中も信じてないわけ。どうせ返ってこないと、あげても自分には取り返せる能力がないって潜在意識で思っちゃってるわけ。それをね、やっぱ突破してほしい。人を信じてほしいし、世の中を信じてほしいし、自分を信じてほしい。まあ、どっかから始めた方がいい。もう自分、まあ、できればね、自分を信じてればなんとかなるとかもある。俺自分大好き人間だから、まあ、みんなもね、自分大好き人間になってほしいんだけど、根本的にはだから信じてないわけ。自分も世の中も人も信じてないから警戒しちゃってるわけ。損するって思っちゃってる、うん、
もしかしたらそういう愛情を受けてないとか、愛情をもらってない、ないもらすごいもらった経験がないとか、そういうのもあるのかもしれないけれども、うん、だからそういう場合はね、自分から与えていくっていうのはやっぱきついけど、まあどこかでね、愛情をいただくと自分も与えたいって思うよね。変わっていく時ってあると思うから。だから俺もだからお前らに、お前ら愛してるぜって言ってるのは、変わってほしいから、変わってほしいっていうか、与える人間になってほしいわけです。愛してほしいわけです。愛せる人間になってほしいわけです、だから俺は愛してるぜって言ってるわけ。その愛を受けて育ってない人もいるわけでしょ。でも普通どうなんだろう、わかんないですけど、で俺もね、そんなに すごい どうなんのかなってもわかんないけれども、その自分もね、そんなめちゃくちゃもらってない、もらってない、その、まあ、なんか失礼どうなんですかね、ちょっとわかんないですけども、うん、なんかやっぱ理想のね愛情を受けて育った人って、まあ、なかなかいないとは思うんですが、まあでも俺はもうそう思ったから、俺が愛を与えていこうと、うん、でまあ そんな愛でね、人生変わらないかもしれないけれども、でもやらないよりは俺はマシだと思ってるから、だから愛してるぜって、うん、言ってるし、うん、それ自分に対する覚悟みたいな、制約と制約みたいなあって、愛してます、愛してるぜとか、愛しているとか、もうそういうふうに言うことで、自分は、世の中を、人を愛してるんだって思い込ませてるところもあると思う、多分、うん、そうしないとさ、やっぱ俺も弱い人間だからさ、世の中恨んじゃったりさ、人を恨んじゃったりとかさ、そのネガティブな方向行っちゃう可能性もあるから、うん、だから俺はやっぱ言ってるし、言ってる面もあると思う、その言葉でね、自分の、うんうん、だから俺は本当に、愛してるっていう言葉を本当にね、もっと自然に浸透させたいし、今はもうこれ何度も言ってるけど、昔の日本人は多分ありがとうとかありがとうございますって言わなかったと思うんですよ。武士とかね、すまぬとか言ってたと思うんですけども、でも今の日本人はありがとうって普通に言ってるわけでしょ。だから愛してる、愛してますとか、それがね自然に、ね、出るような、世界に僕はしたいと思ってるんです。で外国の方とかお父さんお母さんとかに I love you とか言うわけでしょ、愛してるよとか。で韓国の人とか多分お父さんお母さんとかに愛してますとか言ってるんでしょ、多分なんかそういうの。でも日本人は言わないじゃんか、うん、だから僕はもっと言ってった方がいいと思うし、で感情もね豊かになってった方がいいと思うんですよね。僕結構ポーカーフェイスな時あるんですけど、多分それはね、やっぱ親の影響っていうか、やっぱうん、そういうのあると思います。だから、もっと本当にね、感情的に、ならなきゃいけないと僕は本当思ってるんですけど、はい。だからまあそうですね。だからまあ僕はだからその切り替えてやることはできるんです。切り替えてくれるとかそんなにできるんですけど、普段からもっとこんなにニコニコねしてた方が本当はいいと思うんです、はい、でもまあちょっとねこう結構ねなんか全然表情出さなかったりすることは多いですね。多分それはね育てられた環境とかやっぱあると思います。だから皆さんも多分ね育てられた環境もあると思うけれども、うん、変われるし、うん、少しずつ変われるし、劇的にも変われるだろうし、うん、だから俺もね変わってってるし、日々ね自分史上最高になってるから、今日自分史上最高だし、明日はもっと自分史上最高になってるから、そんな感じでね、世の中そして自分をね、向上して、いけたらなと思っております。はい、うん、そうですね。ちょっとだから本当ね、やっぱ笑顔ってね、やっぱまあ、小宮山さんとかねスマイル言ってますけど、やっぱねやっぱスマイルはね大事だと思います。はい、こうやってね笑こうやってねこうやって本当にね笑って話せるようにね本当努力しなきゃいけないんですけど、だから笑顔は
まあ、自分で面白いっていうのもいいんですけども、相手のためにね、相手のために笑顔をねプレゼントするっていうのもね大事だと思います。はい、ちょっとね結構笑だから普段からね笑ってないとダメなんですよこういうの、うん、普段から笑顔を作るようにしないといけないなと思ってますけどね、まあ、あんまりね、なんか窮屈な感じでやるとね辛くなっちゃうんで、まあほどほどにということで、はい、ということで以上ゴドウテリキでした。お前ら愛してるぜ。